たまえなる山へ来て、ついに死した。その地をしすけと言う。しすけ四弁と祀られるが、この迫力によって。で、千日こもって迫力をね、追いかけてね、こうバーンと片足が折れた。追い続けてるわけね。で、それが片葉山っていう、それも名前になったし。で、さらに追いかけて、ついに迫力が死んでしまったというのがしすけ権現と言われていて、ここは権現様で、山男の描写って背が高くて目が赤くて、ギラギラしてて顔が赤いっていう描写が山男の描写であるんだけど、でそれはもしかしたらそのキリシタンの人たちが逃げ伸びてきたのかもしれないっていうのを推測。あ、そうですよ。